こんにちは、こんにちはです。さあ、今回はですね、あの、緊急で動画を回しております。あの、船木ら先生ですね。あの、船木らか、元あの、先週、尺八工房で働かれて、で、まあ、あの、独立されて、まあ、僕もあの、尺八ね、買ってますけど、まあ、あの、船木ら尺八っていうね、まあ、船木ら先生が、まあ、えー、今で言うと、X っていうんですかうん、まあ、ツイッターですよね。ツイッターで、股間に明記はないと。 いう感じで、あの、ポストされたんですよ。えー、ツイートされたんですよ。で、で、まあ、それが、まあ、あの、僕の中で個人的にその話題になってて、股間に名疫はないと。で、まあ、その後ろにあの書いてあったのは、まあ、なんで股間に名疫はないのか。で、その、その時代で、あの、めちゃめちゃうまかった人が吹いてたから、名疫であって。うん。めちゃくちゃうま、ね、あの、うまい人が、 吹いて,たから名機であってだからまあ凡人が吹くとそれはただのおもちゃだと、うんあのまあ、楽器としては良くないというような形を言われたんですよ。でその前のツイートとかねだからそのツイートだけでそのこうい何を言わんとしてるかっていうのをですね推し量ることは難しいと思うんですよ。よくこう文脈があるじゃないですか。でその文脈をですね ここのパーツだけ切り取って、なんていうことを言ってるんだと、あの、いうのは、まあ、それはもう簡単なんですけど、ね。それは違うよっていうのは簡単なんですけど、じゃあ、な、それの言葉の真意は何かって、あの、股間を下げてるわけじゃないんですよね。で、あの、例えば、その、尿水管ですね。山本宝山先生が吹かれている尿水管とか、あとその股間の設計に関して、 あのその前のツイート見ていただいたら分かるんですけどまあオクターブ調律が取れていないとか何かこうそういうねこう股間の,まああの特徴ねまあこうこう書いてあったんですよ。で股間にその明記がないというのがその船平先生がおっしゃってるまあ意味ですね。 言いたいことっていうのが、まあ、やっぱりそのままあ、僕もそうなんですけど、あの、股関をありがたがるじゃないですか。うん。あの、最高にいい楽器だよと。例えばこれ初代金股関ですね。 ない,、ね、いいいいぐらがす,るんですようん。で、まあ、ただその船平先生がその言っている意味での,そのじゃあまあその他に明記はないっていう明記って何かって言ったら例えばまあこれはまあ例えば選手さんのね、まあ、完全設計された a i x って感じなんですけど簡単に言えば。 による温度による、ねまあ、ライブ会場暑かったり寒かったりするじゃないですか、ね、屋外だったり温度によるのオクターブのオクターブっていうかそのピッチのね全体のピッチの,あのやっぱり寒かったらめっちゃ下がるとかっていうのがしにくいでさらに言ったら 性能もいいとちょっと拭いたらきっちり全部なると。であのボリュームバランスですね。 方をしてますけどあのフルートというところを基準に見た時にまだが西洋のねクラシックであるとか現代曲を弾くといった点においてまあ古刊と比べたら圧倒的に扱いやすいんですよね。うん、圧倒的に、まあ、あの楽器というところね、まあ、これはこの尺八というかどうかはまあ別としてね。だからだからそもそもだ尺八ってこれですからね。うんね 江戸中期の、だっていうた例えば僕であれば、あの、江戸中期で吹いていた、ね、明和新法流とか、新法流とかっていうのは、江戸中期に吹いていたあの譜面を吹いてますから、うん。逆に、その、まあ、この、この姿ですね、音程も、これが、あの、 これで、これで吹かれていた、これで吹かれていた譜面のを今吹いてるので、うん。じゃあ、その、どっちが正しいって言えば、もう言ったらこっちが正しいんです。ね。その伝統というところで見ればですよ。ね。古典本曲を吹きます。ね。伝統を吹きます。っていうね。あの、受け継がれたものを吹きますっていうところであれば、あの、こっちが正しいんですよ。だからその、例えばその、脳幹あるじゃないですか。 で、脳幹ってその、まあ、喉が入っとって音程が取れてないから、じゃあその音程が取れている脳幹にしましょうってしたら、もうあの、それは脳幹じゃないじゃないですか。うん。なんか、どれミにしましょうとか。あとあの、祭り囃子とかを吹くときに古典帳とかね。あとまあ、あの、日本の歌物、ね、前も説明したけど、したんですけど、古典帳とか歌物ね、これ日本のが吹きやすいよと。うん。で、お祭りは古典帳で。で、あとま、あお囃子とかはあの、 方角林とかはあの歌物でやったりっていうのもあるときにですね、これをじゃあ、の、現代のドレミファソラシドでね、同じ譜面をやってそこで演奏してもなんかちゃうなっていう話なんですよ。うん。で、っていうことはですね、その、船平先生が言いたいことは、その股間に免疫はないから股間はもうあの、おもちゃって言ってしまう。もうこれダメですよってって。これは、そもそも全体 定が違うんですよね、うん、楽器、フルート、尺八はフルートですよと。ね、ほ他の楽器と合わせますよって言った時に、ね、そういう時に、楽器の性能面で言えば、そらも現代の尺八の方が、まあ、江戸とか明治とか昭和の尺八に比べて、めちゃめちゃいいには決まってるんですよ。で、その、 きれいな演奏してね、でもみんなと合わして、うまい感じに、あの、聞く、ね、あの、もう耳慣れた感じのね、あの、すごい、ね、きれいでうまくなるためには、これこそその、現代の尺八を使った方が、もう例えばその、今、あの、ほとんどの、まあ、プロですよね、プロでやられてる尺八の人たちと、まあ、よくやってるじゃないですか、あの、テレビとかで、ね。なんかかっこいい、なんかこう、あの、今の、 今に、今の現代的な感覚で作られた作曲を、ああいう形を目指すのであれば、ね。今のその、まあ、ほとんどのプロがやってるような、あの形を目指すのであれば、股間で練習したってしゃあないですよっていう意味ですよ。うん。股間で、あの、そういうのを股間で練習した方がしゃあないですよ。で、あの、逆にですよ。これはもう僕の意見なんですけど、 江戸時代とか、ね。まあ、江戸時、江戸からですよね。まあ、古典本家のこの尺八っていうのはきっちりまとまってきたのは。その江戸の、あの尺八指南所のね、関東と関西であった尺八指南所で吹いていたものの、あの頃の音を再現。で、あの頃の譜面で吹くのであれば、うん。それはもう、これで吹かなきゃいけない。ね。それこそその、どうそのね、 どうその,あの和田摘同系のね和田摘同系のその同曲の,あのレコーディングとかされてたりあと YouTube でどうその曲とかしてねをあれを吹くのであればこういうこういうので吹かないと出ないんですよ。うん。だからあの。なん なんぼがん、なんぼ頑張ったって、どれほど頑張ったって、これでは、これではこの系統の歌出ないんですよ。うん。そう。で、まで、じゃあ、なん、多分ね、その、まあ、そうやって、まあ、その、いろいろあって、それは、その、まあ、反発を招くようなことを、まあ、船木田先生がね、なんでツイートしたかっていうと、あの、 こう尺八のねその教え方とかそのどういう演奏でどういう音楽をこうゴールにするかっていうところがあの定まってない定まってなかったりするんですよね。うん、例えばその登山流と 金庫流と筑保流で当然そのゴールとする音が違うんですよ。うん。例えば筑保流でですね、こういうので古典本曲を吹いたとしても永久に受けられないんですよね。うん。それはそうです。あの、やっぱりこのやっぱメタルと、あとまあこの調律もそうですけど、やっぱ音が違いますからね。うん。特にあの、 まあ、うちの今の宗家も地なしを吹かれてますしあとはあ二代目に関して言えばあのこの故郷の二尺間ですね故郷の二尺間で小眼圏霊房で吹かれててやっぱりもうその演奏がですね普通にその吹かれた他のね普通の館で吹かれたよりもやっぱりその家宝と言われる江戸の中期のね故郷で吹かれた音っていうのが格段に違うんですよね。 うん、だからまあここに来てそのまあ明記といいうう基準っていうね、うん、だからその股間に明疫はないっていうその明疫っていうのは要は股,間では股間は現代感ではないってい話なんですよ。うん で、その、現代感で、その、現代感で、うまい、現代感を吹いて、あの、ああ、すごい、うまいな、と、このプロのようなね、このプロのような、例えばと、登山流のプロのね、先生のような、あの、綺麗な感じでね、すごい、超絶技巧で吹きたいなっていうのを目指している人が、股間を吹いても仕方がないっていう意味とも思います。うん。そこはね、そこはね、そう。いや、僕もそう思います。あの、まあ、 俺こそあの今僕で言うとそのメフィストとか練習してるんですよずーっとこのこのねこういう <noise> こういう曲をねあとあの。 こういう曲を別にその。ねっこねっの,の別に股間で吹こうとは思わないですしうんだからそういうあたりのところででそのやっぱりこの学ぶ方が何を学びたいかによってあの股間を使うのが正しい正しって股間を使うのがいいのかその現代感をね使うのがいいのかねね。で その、俺こそ、逆に言いますよ。古典本局で、あの、最高の古典本局を、あの、目指すと。その、江戸で吹かれていたように、あの、江戸時代に吹かれていたようにな、とか、あの、江戸末期に吹かれていたように。それこそ、あの、土方歳三さんもですね、尺八を吹かれたわけですよ。で、土方歳三、 で新選組ね二代目又の新竜とその新選組の人たちが交流があったともしかしたらあの土方歳三の尺八はその又の新竜系のねやつかもしれないねだからそういうまあまあ古岸とかもしれなね湖月古岸かもしれないですそういうそういうところの思いをはせてその当時の人が吹いたっていうのを吹きたいのにこれを使っても知らないんですよ はい。だから、まずその、尺八を始めてる方とか、あの尺八を僕としてるところでね、あの、どういう、どういう演奏をしたいのかというところで、あの、やっぱりその尺八というのを決めるべきだと思います。はい。で、まあ、個人的にですよ。 個人的に言うと、尺八の名器はって言われたら、僕はこの江戸中期の勘かな。この初代金庫なんですけど、最高の名器やと思います。うん。個人的にはね。じゃあ尺八の名器はって言われるとね。だから僕はが一応その尺八で求めているのは、あの、宗教性なんですよ。心身の修養っていうの、ほら、アニソとか吹きますけど、最終的にはやっぱその古典本局を、 あのー、じっくりこう体と耳とで味わいながら僕自身の気持ちよさのために吹きたいと思ってやっているので、はい。ということで、まあそんな感じでした。あの、面白いね話題が出たので、緊急では動画撮りました。またね